築制度の夢は、僕が生きてる限りは築制度を続けるってことですかね。それはどんな形であれお店は続いていくと思うんで。Salut, c'est Yoshi de la chaîne Essence of Japan. Je vous emmène à la rencontre de Tanaka Shigeki, quatrième génération d'artisans traditionnels de bambou. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que les sous-titres sont disponibles en français et en anglais. Vous pouvez les activer en cliquant sur l'icône en bas à droite de la vidéo. C'est parti! お店は1907年に創業しまして、今年で113年目になります。竹工芸作家の田中茂樹です。今3代目の父と一緒にここで仕事をしてます。私で今4代目になりますね。始めたのがね、21歳の時なんですけど、3年ぐらいはいろんな仕事を転々としてました。で、まあ外で働くことでいろんなものが見えてきたんですよね。で、その中で自分がずっとやれる仕事ってなんだろうなって思った時に、よくよく考えたら家の仕事が、ね、伝統的なことをずっとやってるっていうのが当たり前のように思ってたんですよ。ところがこうふと振り返ってみたら、あ、こんなにもいい仕事があるのになんで目を向けてなかったんだろうと。ただ単にこう毎日同じ仕事をするんではなくて、自分でそれを生み出していくってことができるっていうのが一番の理由ですかね。もうそこに気づくのは数年経ってからですけど、やっぱ最初のうちっていうのはいろいろ心が揺れているんですよね。ある程度自分のこう身になってくると自信もついてくるんで、そこからこうどん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 やりたいやりたいっていう力がね、湧いてきましたね。お店で作ってるものを具体的に言うと、まあ花かごから始まってお茶かごであったり、身近なもので言うと手提げのバッグですとか、あとお皿みたいなものだったり、日常使いできるもの、まあその美術的なものから工芸的、あとは身近な生活の道具っていうものを幅広くやってますね。竹の業界では今そのアートの方向に行ってる人と、まあ、伝統的なことをやってる人と分かれると思うんですけど、アート寄りの人が増えてるんですよね。どっちかっていうと若い方なんかもそうなんですけど、ただ僕はその完全にアートに行くんではなくて、ちゃんとその技術だったり日本のしっかりとした背景も残しつつ、アートの要素も少し取り入れていきたいっていうのはありますね。日本でいうと600種類以上細かくね、分けるとあるって言われてますけど、うちで使う材料は本当にそのうちの10から20ぐらい。一番嬉しかったっていうのは、最初に作ったものをお客さんが買ってくれた時ですかね。その時は嬉しかったんじゃないかなと思いますね。今でもやっぱ作ったものをお客様が手に取ってくれるっていう、単純なことかもしれないんですけど、やっぱそれって大事なことですよね。それをちゃんとお客様と一対一でこう顔を合わせて向き合ってやれるっていうのはうちの良さなのかなって思います。辛かった時っていうのは、少し上達し始めて挑戦してても作ってるものが納得いってない時ですよね、自分で。それ今もあるんですけど、それがずっと続くと自分に向いてるのかなとか思うかもしれないんですけど、なんかどこかしらでね、脱出する、気がついたら抜け出してたっていうのがあると思うんですよね。だから苦しい時っていうのは絶対それが力になって、自分の力になるんで、
プラスに働くはずなんですよ。やっぱりすごい自信がつきましたよね、20年経つことで。で、自分が作りたいなとイメージしたものがこうちゃんと形になる、 100% でないにしても形にはなってきてるんで、それをもっともっとこう昇華させていきたい、自分の腕を磨いていきたいっていう、そういうこうエネルギーがこうぐる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 回ってくれてるんで、もう前に進むのみです。これからの目標は、この業界ってすごい職人さんも少ないですし、なかなかね買う人もやっぱり、ね、そんなにたくさんいる世界じゃないんで、一人でもね多くの人に見てもらいたいっていうのはあるんですよね。だからそれにはどうしたらいいかって、ずっとここでじっとしててもなかなか、ね、お客さんも来てくれないですから、やっぱその発信していくってこともしながら、お店をいろんな方に知ってもらう、で僕自身がやっぱりいろんな人との交流を増やして、もっと今よりも増やして、自分の世界だけじゃなくていろんな人の世界も知って、それでお店の在り方っていうのを考えていきたいなっていうのは常に思ってますね。時代とともに変化していくっていうのが筑西堂なのかなって。だから筑西堂の夢は、僕が生きてる限りは筑西堂を続けるってことですかね。それはどんな形であれお店は続いていくと思うんで。Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le début d'un projet qui vise à faire découvrir certains aspects de la culture japonaise à l'étranger, en particulier l'artisanat. Comme c'est ma première sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des suggestions afin que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos. À bientôt sur Essence of Japan.